おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回何やっていくかといった話なんですが、水曜日なのでアプデ解説させていただきます。でアプデ解説させていただく前に2点ですね、まずはこのレアルのエルブランコガチャ、2週間切りました。で同じく2週間を切っているのがパネルミッションになります。でパネルミッション別に難しいものは何一つないんですが、めんどくさいです。結構意識してやらないとね、うわこれめんどくさっていうところありますので、忘れてね、報酬もらえないよってことだけないようにしていただけたらなと思います。 3600GB だとか限界突破素材の1段階目がもらえるものになってますので、ぜひぜひね、もう今のうちに終わらせちゃうぐらいの感覚で行ってください。まあ、レアルのね、ベンゼマガチャもあと1週間切りましたので、フィーゴ欲しいなーなんて悩んでる方は、あと2週間ですね、失礼しました。あと2週間切りましたので、フィーゴ欲しいなーなんて思ってる方は、こちらもご一行いただけたらなと思います。ということで、早速今回のアプデ解説やっていきましょう。まずはね、金アクセの不具合なんですが、これに関してはね、もう修正しているということで、補填アイテムがもらえているということもありまして、かなり、美味しい結果になってますね。まあ、特に何も気にする必要ないのかなと思います。はい、置いてきましょう。さあそうしたらですね、こちらです、ラインナップ更新で、まあ新選手ね3人いつも通り追加されてます。まあ、レジマのね特攻選手3人になるわけではありますが、レジマがね今回まだ来ていませんので、まあ本領発揮は来週からかなといったようなところです。まあノリーとアルベルト、ケパといったか3人来てますので、まあ、ぜひぜひね、ちょっとまあ考えていただけたらなと思います。はい、まあ、レジマの内容を見てからとかでも全然悪くないかなと思いますし、まあ、正直ね、まあ、GB 使って引くほどではないかなと、星5確定カードチケットとかでね十分なのかなと、この選手たちですけど、まあ、思いますので、まあぜひぜひね、ちょっと頭に入れといてください。で今週のね、じゃあイベント何なのって話なんですが、リーグランキングイベントです。今日から始まって1週間ですね。まあ、あの1シーズン通してね、リーグ戦34試合でどれだけね、いい感じで勝てたかっていうことを競うイベントになるんですが、まあ、いつも通りね、リーグがっつり分けられていますが、実質ね、役に立つのはね、この上から4段階目ぐらいまでかなというのが本音です。クラシック、クラシック、ナショナルだね。まあ、ここも正直厳しいかな。上3つぐらいの段階ぐらいが、まあ、マスターと、あとは18、19シーズンの各クラブ、各国リーグと、あとマスター、マスターナショナルぐらいがいい報酬なのかなといったようなところです。まあ、勝敗ポイントね、総合力差ボーナス、ジャイ切り、得失点差っていうようなある中で、まあ、適当にやっていくとですね、総合値12万、13万ぐらいだと正直5000以内に入ることも厳しくて、あんまりね、適当にやるのはおすすめできないかなと思うんですが、総合値もっと高かったらいいんですけどね、総合値ね10万超えたぐらいの人たちは頑張ればね、ちゃんと報酬もらえるので、ちょっとねあのエネルギー割くかどうかは、まあ、その人の余裕があるかないかによってくるとは思うんですが、ちょっと意識してやるといいのかなと思います。はい、で報酬の話なんですけど、マスターリーグ90のやつがめちゃくちゃ美味しくてね、時短ウォッチがもらえます。これ5000人でもね時短ウォッチもらえるので、で6時間のやつが2回分っていうことでね、でまあレオノルカップ練習のレベル4が25個ずつ25個ずつっていうような感じだし、ノルカップ秘密練習も5000入っちゃえば2個もらえるっていうことで、かなり美味しいのかなと思います。とりあえず何もやらずにノルカップ秘密練習2個ってね、めちゃくちゃいいのかなと思っていて、まあ、ただですね、まあ、マスターリーグということもあってかなりハードルも高いので、まあ、ここはしっかり課金してる方、あとはまあしっかり長い間プレイしてる方になってくるのかなと。で、まあ、初心者無課金の方でね、戦い始められるのはこの18、19シーズンかなと思うんですが、前回ね私が総合値12万、13万ぐらいだった時、オートでやったらね5000入れなかったんですよね。なんで12万13万ぐらいの人はあんまりオートでやらない方がいいのかなとは思います。まあ、オートでやってもいいんですけど、選手交代だけはしっかり登録しておくとかね、あのモーラタとか入れておくとか、はい、ということは考えてやった方がいいのかなと思います。何も考えずのオートはね正直ちょっと厳しいかなといったような感じです。まあ、ただですね、この18-19各国18-19シーズンリーグだったら報酬ね、まあ、レベル4なんですよ。悪くないんですけど、レベル4って枯渇しにくいかなとも思ってて、ノールカップ秘密練習ほどは枯渇しないよねっていうところがありまして、
よっぽどねがっつり課金してる方だったらいいんですが、そういう方は逆にね、あの5000以内入る入らないの心配もないぐらいすんなり入れると思いますので、しっかりねみんなにやってほしい、まあ、無課金の方とかにやってほしいのはここになりますね。マスターリーグ、マスターナショナルリーグですね、能力アップ練習のレベル3とかにフィジカルが手に入りますので、これかなりね無課金の方、初心者の方必須かなと思います。まあね、じゃあなんでじゃあ課金してたらフィジカル能力アップ練習レベル3いらんのってことなんですが、課金してたらね選手の層が薄くなりますので、いい意味で薄くなる、無課金みたいにいろんな選手育てる必要がなくなりますので、環境を取れる選手だとか強い選手だけを育てていけばいいので、どっちかって言ったら能力アップ秘密練習の方がね枯渇しがちかなと思うんですが、いろんな星4選手とかまで育てていくとかってなったら、ちょっとねフィジカル能力アップ練習レベル3枯渇しがちなんでね、ここら辺おすすめです。それでいくとですね、まあ、クラシックリーグも500以内入ればそれもらえるんですが、正直500位ってかなり厳しいのかなと思っていて、で、まあ、スペインリーグとかフランスリーグとかなんてね、もう正直、まあ、やったところで何がもらえるのみたいな、1位の称号以外何もいらんよねみたいな感じなので、あんまねここら辺は無理してやらなくていいかなというのが、本音でございます。下の方までね無理してやらなくていいです。まあ、楽しいイベントではあるのでね、まあ、称号1位もね、あの無課金の方でも下の方だったら全然狙えると思うので、はい、楽しんでやってください。ってことで、まあ今週はリーグイベントでしたね。まあリーグイベント結構ね賛否が分かれるイベントで、なんかなんていうの、やることないじゃんっていう方もいるんですけど、私はね結構ね好きですね。まあスマホゲーム好きではあるんですが、めちゃくちゃエネルギー割くほどね今プライベートとか仕事に余裕がないので、ちょっとね気楽に回せるイベントも楽しかったりします。でもう一個がね、この経験値増量キャンペーン来ております。これめちゃくちゃ美味しいね。で、これね、初めてやるね初心者の方や、カムバックできたね、小山の方は、150時間ですが試合経験値3倍です。ちなみにこれね150時間じゃなくて2倍期間は1週間あって、これがねかなり美味しいかなと思います。でこれ、どんな試合でもね経験値が獲得できるやつは全部2倍なので、かなりレベル上げの、まあ、特化してる状況でゴリゴリレベル上げしてほしいんですが、ちょっとね1個欠点としては、まあ正直1週間しかないので、この期間でねどれだけレベル上げれるかっていうところ、まあ、特にですねパス買ってない人、育成パス買ってない人は勝負の1週間になるのかなと思います。で回復ドリンクもらえるんですけど、個人的にはここでもらえた回復ドリンクはね来週以降のレジェマに使った方がいいのかなと正直思っていて、まあ、そうなるとねレジェマの時でレベル上げするわけにいかなくてっていう感じになっちゃうんですけど、まあ、回復ドリンクは、できれば温存しましょう。今週特にね回復ドリンク使って回らなきゃいけないイベントとかもないので、スタチャルとかが来た時にね回復ドリンクすげえ役に立つし、すごい必須になってくるのかなと思っていて、なんでねそれまで待つのもすごい大切かなと思います。はい、ってことで、せっかくなんでね皆さんゴリゴリレベル上げてください。私もねめちゃくちゃ今レベル上げしてて、こんな感じでね、はい、ちょっとね星4選手を中心にすごいレベルを今上げなきゃいけなくなっていて上げているので、ぜひぜひね皆さん一緒にレベル上げしましょう。かなりね私は星4選手全員レアルの選手でレアル染め作ったら SWCC どれだけいけんのみたいなところが気になり始めちゃっててね、星4のレアル選手すげえ育ててます今。で最後がですねガチャだね。はい、今週来た、こちらですね。ちょっと待ってくださいね、なんかね全体的にね重い、みんなログインしてる今みんなログインしてんのかな、これ全体的に表示されるのが重いんですが、初めの方に比べて。ピックアップスカウト来ました、ノリート、ルイス・アルベルト、そしてケパ・アリサバラガっていったような感じの、まあ、ポゼのねスペイン人3人っていったような感じです。FC B5、SC ラツィオ、チェルシー FC ということで、そんなにいいクラブではないんですが、まあ、チェルシー染めなんかはね、まあ、将来来てもおかしくないかな。ラツィオとかもねミリンコビッチ・サビッチとか、まあ、インモービレとかいますので、まあ、レジェンド考えたらでもチェルシーは来そうだよね。ランパードいて、ドログバいてとかね、感じなんで、ケッパなんかはねもし仮にチェルシー染め来たらね今のうちに1人取っておくと楽ちんなんじゃないかなとは思います。で、まあ、このね今回登場する3人の選手第26回レジェマの選手になってますので、まあ、レジマネやりたいよって方はぜひぜひここで引いていただけたらなと思います。はい、
まあね、ステップ1で星5確定スカウトチケットで、ステップ2でね、もうすでに1名必ず出ますよとのことなので、正直ね、まあ、GB で引いちゃえば手に入れるの楽なんですけど、まあ、1回目2400で、2回目2700ということで割引も入ってますし、まあ、ただあくまでもピックアップスカウトの選手なので、個人的にはね、もうチケットで引いて十分なのかなと思います。うん、わざわざね、わざわざ GB 使うほどじゃないね。もうここにね、GB にね、2400使う暇があるんだったら、さっさとベンザマの方を引いてくださいって言ったような感じです。はい。ということで、今回の動画はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。いつもね、本当にご視聴、チャンネル登録、コメントありがとうございます。最近ちょっと本当にコメント返してなくて申し訳ないですね。ちょっとね、まあいろいろありまして、でも本当に来週ぐらいには返せるようになりますのでね、ちょっとお待ちいただけたらなと思います。でね、チャンネル登録者数がね、あとちょっとで5000人というところで、これまた嬉しくてですね、なんか面白いことできたらななんて思うんですが、何分ちょっと今、時間が忙しくてね、私自身がね、5000人になったとしても見逃しちゃう可能性もあるので、なんかあったら言ってください、全然。はい、ということで、今回の動画はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。トークでした。バイバイ。